朝日が昇る天安に正義の波。皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。納税課からのお知らせです。2月は固定資産税第4期分の納期限です。お届けした納税通知書にて納期限までに納付してくださいますようお願いいたします。納期限は2月28日木曜日。問い合わせは納税課 973-1099 973-1099 まで。第27回ゆかる日まさる日三振の日のお知らせです。三振の日に行われる RBC アイラジオの特別番組の公開放送を3月4日月曜日、うるま市民芸術劇場にて放送を行います。多くの市民のご来場をお待ちしております。詳しく日時をもう一度お知らせします。日時は三振の日3月4日月曜日。第1部から第3部まで分かれております。第1部は午前11時45分から午後2時15分、第2部は午後2時45分から午後5時15分、第3部は午後5時45分から午後9時まで。場所はうるま市民芸術劇場響きホール。入場は無料ですが入場整理券が必要です。なお入れ替え制のため整理券が異なります。ご注意ください。整理券は2月5日配布予定となっています。入場整理券の問い合わせは琉球放送 860-2069 860-2069。 うるま市民芸術劇場の問い合わせは923-1571 923-1571 となっています。第27回ゆかる日まさる日三振の日公開放送のお知らせでした。シルバー人材センター会員大募集のお知らせです。あなたの人文を地域社会に生かしませんか。原則60歳以上の健康で働く意欲のある方、シルバー人材センターの趣旨に賛同していただける方、入会説明会は毎月20日午前10時までに受付、20日が土曜日曜祝日の場合は翌営業日になります。場所はうるま市あざ川崎468番地いちゅういぐしかわ人文館市民活用室です。シルバー人材センターではこんな仕事をやっています。接衝外交分野では配達チラシ配布店員店番、管理分野では駐車場管理施設管理物品管理、技能技術分野では大工塗装植木剪定、軽作業分野では屋内外清掃作業、除草、植木水やり、公園清掃、包装商品整理。シルバー派遣事業では、保育補助業務、調理補助業務、送迎運転業務、商品管理業務。専門分野では、一般事務、宛名書き、毛筆筆行、調査事務などです。お問い合わせは公益社団法人うるま市シルバー人材センター、うるま市あざ川崎468番地、電話 098-972-2267 098-972-2267 まで。詳しくは広報うるま2月号
13ページをご覧ください。ここで消防本部予防課からのお知らせです。すべての飲食店に消火器が義務化されます。消防法が平成30年3月に改正され、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等では2019年10月1日以降、建物の面積に関係なく消火器の設置が義務となります。すでに営業している飲食店も設置対象となります。消火器の設置場所、本数および免除の措置などの詳細については消防本部予防課へお問い合わせください。電話番号は 975-2119 975-2119 まで。以上、ラジオ広報うるま市役所代理をお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。